2つの方法を共有します。私のこの団子の頭です。初心者の姉妹でもいいです。怠け者版チュートリアル。馬の尾が高くない姉妹、私のように頭を下げてもいいです。手で前に書いて、そして顔を上げて、頭の上という位置にあります。最初の方法は、皮の筋を少し緩めて、そして前に口を開けて、穴を取り出して、髪の毛を全部この穴に詰めて、この口を閉じて、ここを閉めて、小さな皮の筋で固定します。あなたの髪の量によって、髪の毛の多い姉妹は、2つ使えます。縛り終わったらそうです。そして団子の頭を挟むクランプでリブのこの位置を遮ってください。主にもっとしっかりするために。これは比較的綺麗で使いやすい小道具です。最後にふわふわでいいです。この方法は実用的で技術的な含有量はありません。だから初心者の姉妹たちは必ずこの方法を試してみなければなりません。2つ目の方法はこの皮の筋が必要です。必ず縛って、差もないと緩みやすい。髪を一方向にねじって、この位置は必ず締めて、差もないと団子の頭の形が綺麗ではありません。巻き上げて団子の形に巻く。1周目はこんな感じで、2周目は巻き続け、きつく巻いて髪の根元にこのように巻く。髪の毛があるなら3周目の間を続けることができます。やはりこの位置に巻きます。でも覚えておいてください。何周巻いてもエンディングは必ず髪の毛を少し残して、全部巻き込まないで、そしてこのクリップで挟みます。リブで固定した後、髪の毛も少し残して、もっと丈夫になります。髪の毛の多い姉妹は根元の位置で皮筋を1本補うことができ、このように持ち上げてかぶせておけばいいです。好きなのは私に注目してください。